はい、どうも、ひろみでございます。今回ですね、こちらのこの前ね作ったパテーションというかね、ウォールというか、これにですね棚をつけようというね、このね木で棚を作ろうという。でもまあこれちょっと木のままだとかっこ悪いので、ちょっと色塗って、それからまあ賃貸の人ね、なんか棚つけたいけど。ちょっとどうやったらいいんだろうとかね、傷つけたくないななんていう人もいると思いますんで、そういう人のちょっと裏技も教えますんで、参考にしてください。よろしくどうぞ。まあそれじゃあね、塗っていきたいと思いますが、また色的にはね、マットブラックというか、艶消し黒でございます。これが一番合ってんじゃないかなっていうことで、まあ水性のペンキでございます。これローラーでね、ちゃっちゃっと塗っていっちゃいますんで、並べてね、こうやって塗っていっちゃったら早いですね。多分一回塗るとこう木なので、プライマーとかも塗ってないので、こう結構染み込むと思うので、2度ぐらい塗ったら綺麗に塗れるかも。あっちゅう間に塗れちゃいますからね。これをね、行く前の朝一今やってるっていうのがもうね、工場もしんしんと冷えてるっていうね、そういう中でやっておりますね。もうこれ結構すぐ乾くと思うので、乾いたらまた、まあもう見えるのがね、こういう横とかね、棚なんで、こうここと、まあ、この辺がね、正面とか見えますんで、その辺も気をつけて塗ってみてね。この辺をね、雑に塗ると後で、あれ雑だったなっていうのがありますから、これ一回ね塗ってこう染み込んでいくと、またね、色がちょっと薄くなって、こういうところね、なんか、そしたらまた塗れる。やっぱ2度塗りぐらいかな、2度塗りぐらいすると綺麗に塗れる感じ。壁紙シリーズが意外と人気がないというね。もうちょっとみんな興味あるのかなと思った全く興味ないっていうね。壁紙貼らないかやっぱな。でもね、いざという時ね、あの時は来るかもしれない。そういう時のために、よし、ちょっと時間を。さあ、じゃあですね、このね、板が濡れたので、ここに、こうやって、棚をつけていくんですけど、棚をこうつけるのに、まあ、こういうのをね、今回ね、こうやってビスがこれをこうやってつけて、ここにこうやってっていう風にしたいんですけど、前にねこれやった通り、これボードなんですよ。ボード、石膏ボードというね、もうほとんどの家これですよ。このボードなので、このまま直接ビスをこうやって打っても、こうやってこのままビスって止めても、このボード自体が柔らかいので、物を置けたりとかするとすぐにこうバンと取れちゃったりとかするので、こういうボードの場合はこういう、ボード用のですね、壁ピタミニというね、今回これ使いますけど、こういうですね、ボードに最初にこのビスみたいなのを打つんですよ。こういうね、プラスチックの
これを最初にボードに打って、でこうこれの穴にこうやって止めるというね、ビスでね、っていうことを今回やりたいと。そうするとボードに、こういう棚が付けられるというのをやるっていうね、本当にこんなことをねやってもね、皆さんどうかと思いますが、大抵ね、まあ、これコンクリートのように見えますけど、前ねこれやったでしょ、あの壁紙張り、皆さん全く興味がない壁紙張りを、そのね、壁紙で張ったコンクリートなのでぽいやつだけで、これにまずはこいつを打つと。もうこれね、このメーカーも YouTube でも紹介してますし、そういうのを見ていただいてもいいしね。これにねちゃんと付属のこう下穴を開ける用のビスも入ってるし、ちょっとこれからやりますんで、場所を決めて、とりあえずここの辺の位置に棚がつけたいなという位置を決めたら、まずこのビスを打っていくというね、それをやってみたいと思います。それじゃあですね、このね止めたい場所が決まったら、これでこの辺の位置だってなったら、ここの大体の点打っていきますね。ここに打ちますよっていうね、こういうのをやるとき穴のセンター、なるべくセンターに印つけてください。そしたらね、さっきこうこれついてる下穴用のビスなんですけど、このビスをさっきの印のところのセンターに当てて、このボードを貫通しちゃいます。そうするとこう穴ができるので、このできた穴にさっきのこのね、この子をこの穴にこうやってゆっくりね、こうやってこうやって下穴上げて、でこういう風につきますね。でできたらこれに、全部きっちり締める前にゆっくり全部こう入れてから、まあ、重量的にはね、ボードはこっちがボードなので、まあね、そんなにすごい重いもの乗けたらこう取れちゃうけど、まあな、まあ書いてありますけどね、大体何キロとかっていうのが、まあ、これ下穴開けるときはね、このインパクトでもいいけど、さっきの下地のビスを止めるときはなるべく電動じゃない方がいいかもしれない。これも電動は電動なんだけど、弱い電動なので、ゆっくりゆっくり締まってください。ゆっくり、あんまりギュッてやるとここのこっちが壊れちゃうので、
パクトでやるときでちょっとゆっくりめに、あんまりギュッてやっちゃうと壊れちゃう。まあ一番最初のときに動画の1本目でやったような気がするけど、一気にいっちゃうとネジ山も壊れちゃうし、相手も壊れちゃうし、ね、ここにねベースができたので、ここにこう乗せるとこうなると、うん、いいんじゃないでしょうか。いいんじゃないね。例えばこういうのね、工具をこうやって置いたりとか、いいじゃないですか。ここ大事なの水平ですからね。なんとなくね、ちゃんと水平うまいことね、見ながら、もしね、まあ、ちょっとこっちがこうだなと思ったら、こういうところの下にちょっとパッキン入れてみたりとかしてね、ちょっとこう合わせてみたりとか、まあ、その辺で調整はできますから、多少の調整はね、いいじゃないですか。まだまだやってきますんで、まず2段3段よし、行ってみよう。こうやってベースができたので、これにカメラを乗っけていきます。これだからギスで止めれば、これももう落ちないから、とりあえずこんな感じね。いかがですか、玉でございます。ありました。さあ、それじゃあですね、こういうところにこう絵かけたいとかね、時計をここにかけたいっていうのはあるじゃないですか。でもここにビス止めて、それに引っ掛けて置くと、なんかこう穴開いちゃうし、次場所変えたいなんて言った時にね、ややこしくなっちゃうので、まあそういう人にね、ちょっと裏技というかね、壁紙の場合です。壁紙ね、これ下が裏がボードで壁紙です。こういうところもし穴開けたいところをカッターで、これね、カッターの切る前に刃を一回折って新しい刃にしてもらって、穴開けたいところをね、ちょっとこう勇気いるけどこう切っていただいてね。そうするとこれをこう切ってやると、刃の先でねこうめくってあげると、まあここちょうどね、次のところだったからここに取れたけど、ここに取っちゃうんです。ここに切るじゃないですかね。そしたらそこにさっきのようにこれでボードに、穴開けて、でこれでさっきのこういうビスを、で、でここにね、ここにこういうなんかかけた絵かけたりとか時計かけたりとかしたとしてね、こうするじゃないですか。でここをね、今度いつか戻したいって時にこう抜くじゃないですか。抜くとこの穴がね、こうもうしっかり開いちゃってるでしょ。もうね、ここに穴が、これをさっきこれね切ったこいつをこうやって戻すわけですよね。でこれね、もうあの普通のボンドとかでもいいです。まあ本当はね、壁用のあのリペアのね糊があったらいいんですけど、
こういう、まあ、ボンドみたいなのを薄く塗ってね、これをここにピュッと戻す。そしたらこういうローラーがあるので、これでももうホームセンターにも売ってますから、もうあの壁紙を貼るようなやつか、これをこうやって戻すわけですよ。ちょっとこうやってたらもうね、これちょっとあのコンクリート柄みたいのだから、まあなんとなく柄っぽくも見えるし、まあ白なんかだったらもう本当に分かんないので、これおすすめです。まあね、あの自分家穴開けたくないとかね、まあ、賃貸の人はね、まあ、こういうのやるとなんかずるい感じがしないでもない、分かんないからね、こうやってねやったらいかがでしょうか。ちょっとした裏技でございました。ありがとうございました。